あれは、お社様がお住まいになっている神聖な場所なのじゃ。その証拠に、あれほどの清水であっても、動物たちは決して口をつけようとせぬ。何人たりとも、あそこに近づいてはいかん。もしも金を破れば、本人だけでなく、村人全員にたたりが降りかかってくるからの。以前の鬼たちの記憶も彼らにはまだ鮮明に残っているだろうからな。ハイリューン、エアストムールジェダ、ピュテスより同胞たちの査察の任を受け、この地に下されたジェダの仮名を継ぎし者、ライノス、リューンオークとの交信を求める。認証完了。正当なるジェダと確認。情報接続、盗聴を開始します。お久しぶりです、ジェダ。長い旅でしたね。大陸に渡られるとは聞いておりましたが。ああ、長老たちと地球に会うだけの予定だったが、その後の厄介事が意外に長引いてな。前に会った時からどれくらい経ったか。この世界の時間単位で20年と16日です。うん、そんなものか。この地ほど季節の差がない地域を渡り歩いてきたからな。時間の感覚がまだずれているのかもしれん。修復を頼む。ずいぶん無理をさせてしまったからな。了解しました。元通りにできそうか。問題ありません。ただ完全に修復するには自転周期でおよそ10単位必要です。10単位、ほぼ打ち直しに近い期間だな。いえ、ほぼではなく実際に打ち直しです。分析したところ、刀身全体に血のりと油んかが何重にも固まって鋼の組織に結合してしまっています。この状態で通常のハトギを行っても、あなたの相場以下のエイリドしか回復できないでしょう。そんなにか。それに、つば元あたりがひどくひび割れて折れる寸前です。
ジェダ、歯が鈍った状態のままで戦闘を無理に続行しましたね。よくわかったな。もう三度目ですから。相当な激戦だったのだ。仕方がなかろう。歯だけでも保っておきたかったが、人間たちの砥石では脆すぎて使い物にならなかったしな。それにグリフィスの血の汚れは水や布の類では洗い流すことができないでしたか。確か以前もあなたから同じようなことを一度言われた記憶があります。それに対して私は適切な対処法をあなたの要望でお教えしたかと思いましたが。そうだったか。次からは気をつけるようにする。とりあえずよろしく頼む。了解しました。少々心もとないかもしれませんが、修復まであなたの剣をお預かりします。ここの集落にとどまる限りは私の目と耳、そして口も届きますので、緊急の知らせがあればすぐお伝えできるでしょう。鞘にある可伝結晶を媒介に使いますから、鞘だけはなるべく携行していてください。わかった。面倒をかけるな。面倒ですか。剣の管理は私の役割であり、そしてあなたの支援を果たすための義務です。故にこの作業に対して消極的な思考を持つことは私の存在意義を自ら否定するということになります。故に。ああ、わかっている。そういう意味ではなくてな。つまり。思考回路および言語中枢を更新しました。以後対応に努めます。ところでジェダ、大陸の任務はいかがでしたか。上々とは言い難いが、一段落といったところだな。他のジェダたちと共にグリフィスの所在地を一通り確認して、危険区域にはできうる限りの予防策を打ってきた。これが機能すれば当分グリフィスの突発的な暴走は抑止できるだろう。相当の激戦だったと先ほどのお言葉にもありましたが。ああ、転戦の連続に加えて規模も広範囲にわたって、どこもかしこも文字通りの死闘だった。とりあえず元凶となっていたグリフィスたちは大量に処分したが、私が無事に帰還できたのはおそらく運が良かっただけだろう。あなたほどの手だれがですか。群れの動きが異常に素早くてな。分散して行動されていれば少々厄介だった。特定地域に密集していたので括弧に撃破してなんとか片付いたが。それにしても処分、今回はグリフィスの鬼化があったのですか。全員な。末期症状で救いようがなかった。周辺の町村へも襲撃して深刻な被害をもたらしていた。
ひどいですね。大陸の連中に加え、各地から集められた他のピトゥスたちとも連携して討伐に当たったのだが、それでも半数近くがやられた。油断して不意をつかれたとはいえ、遅れを取るとは情けない話だがな。いえ、それだけではないかと。確かに過去の事例と比較しても、今回のグリフィスたちは全て凶暴性の度合いが段違いです。しかも、ただ力任せに暴れ回っていた以前とは違って、動きと攻撃内容に一定の規則性が見られます。故に、推測で申し上げると、知性を失っていない可能性が高いかと思われます。長年の異種交配の影響かな。もはや、我らピトゥスとの差異がなくなりつつあるようだ。元を正せば、奴らも我らが同胞、なるべく助けたいと考えていたが、今後は難しくなるだろうな。この調子では、この世界の人間たちは、グリフィスによって食い尽くされてしまうかもしれない。だが、各地のジェダをはじめ、この世界におけるピトゥスは数が減る一方だ。我々だけでそれを、どこまで食い止められるか。ジェダ。新天地を求めた末、第二の故郷を滅ぼすか。移民者ではなく、これでは侵略者だな、我々リューンは。通常の生物であれば、そのまま消滅していたと思います。でも、
リューンの民はその点で異想天意に適性があったのかもしれません。適性か。それはいいことよりも悪いことの方が多かったようにも思えるのだがな。とはいえ、いつまでも肉体を持たないままではいかなかった。初期の頃はこの規範が守られて同化も順調に進んでいたと聞く。だが問題はその後だった。
あのような怪物をこの世界に生み出し、無用の悲劇を持ち込んでしまったのは、我らが竜雲の民すべての罪業であり、責任である。故に我らは、我ら自身の手で最悪の芽を摘み取り、これを滅ぼす義務を果たさなければならない。そういえばジェダ、今回大陸には他のジェダと一緒に赴かれたと聞いておりましたが、それは以前お会いしたシーチェンジェダですか？ジェダ？そのシーチェンがこたびの戦でやられた。彼女だけではない。今回のグリフィスとの戦闘では、4名が命を落とした。これでジェダの名を継ぐ者は、とうとう私を含めても、数名になってしまった。大陸でも、ジェダの子がいたと聞きましたが。皆、流行り病で溶接したそうだ。ただでさえ、肺は子を宿しにくいというのに。シーツンはグリフィスの奴らに不意を打たれて、駆けつけた時には一足遅かった。20年前の借りを返すつもりであったのに。そうですか。お察しします。シーチェンは私にとっても頼れるジェダの一人でした。私以上に無口で、あまり親しい付き合いではなかったが、大陸から戻った後は、奴の国を訪れる約束をしていた。だがまさか、弔いに足を運ぶことになるとはな。ジェダ。すまない。少々感傷的になってしまった。疲れているだけだ。聞き流してくれ。はい。生ある限り必ず死ぬ。とは、どこかの宗教家のセリフだったか。ジェダ？リューンウォーク。私が臨終を迎えるのは、一体いつのことなのだろうな。それは、お前には見えるか？私が最後、
どんな死を迎えることになるか、せめて見届ける者がいる臨終ではありたいとは思うがな。ところで竜王区、話は変わるが、20年前にこの村に出没した例のピトゥス、その出自は判明したか？実は私もあなたにお伺いしたいと考えておりました。どうですか、ジェダ。私が突き止めていたのならば、お前に尋ねるはずがなかろう。ということはお前も結局わからなかったのか。申し訳ありません。各方面のライノスとも情報共有を行ったのですが、残念ながら現時点でも有力な手がかりをつかんでおりません。そうか。今までの鬼化による同胞たちの暴走は、すべてグリフィスの仕業だった。大陸の一件でも、それと同様だ。しかし、あの事件で先導していたのは、私たちと同じ、ピトゥス。一体どうしたことなのか。わかりません。ピトゥスが現地の人間を襲うことなど、少なくとも、今までには決してなかったことです。グリフィスたちが一斉に鬼化したのは、おそらくピュトスの持つ強い精神干渉が影響を及ぼしたものと思われます。そのため通常の場合では、体内の因子を暴走させないはずの抵抗力を持った人々も精神状態が不安定になり、適性の高いものが同調して鬼化してしまったものかと。厄介だな。もしもそのような周囲への干渉能力を持つピュトゥスが他にも存在しているのだとすれば、今までの安全神話など簡単に瓦解する。苦心して築き上げた暴発への対策が、その襲来で全て打ち砕かれるということだからな。ピトゥスの鬼化が途上であったことも幸運だった。現在も出元については探索中です。騒動のルフドアイから推察すれば、いずれか近隣のライノスの管轄にあったピトゥスかと。ただライノスも今や半数以上が老朽化して機能を停止しているため、情報の完全把握は難しい状況です。構わぬ。とりあえず何か判明したら、逐一欠かさずに教えてくれ。それから、機能している周辺のライノスには注意を促しておくことを忘れずにな。はい。ところで、ジェダの今後の予定は？そうだな。私はしばらくこの村に滞在して動向を見守ることにしよう。例のピトゥスを打ち果たしたとはいえ、その影響と余波が完全に消えてなくなったとは思えない。念のため指揮表となる金閣を水源地に散布して、その反応を見ておこうと思う。そうですね。うん？なんだ、何か問題があるのか？いえ、
ユーリタへの対応としては問題がありません。ただせっかくこの地に帰ってきたのですから、少々休息をされてはいかがかと思いましたので。休息だと？いいなことを言う。グリフィスを打ち果たすがために生きる我らジェダを支援する役目のお前が、私に使命を忘れて休めとはな。どういう風の吹き回しだ？無礼を承知で申し上げます。ジェダ、あなたは疲れています。それも心身ともに深刻なほど。故にしばらく職務を離れることを強く推奨させていただきます。疲れなど私は。その証拠がこれです。最近のあなたは無理をしすぎです。ある意味では意固地になっているとも言えます。自らを守るだけならいざ知らず、共に戦う同胞を支え、襲撃を受けた人間たちをもかばおうとしています。能力の限界を超えて。私はリューンの技術によって作られ、リューンの理念によって構築されました。故にジェダ、あなたの任務に対する真摯な意識は模範的であり、あなたの行為も全く正しいものであると理解し評価もしております。ただリューンの過ちではなく、この世界の先住民人間自身の運命にまで干渉することは、責任を持つべき範囲を凌駕しているとも思われるのです。それは、リューンの故郷にもこの世界で神と呼ばれる存在がありました。すべての運命を作り出し、世にあまねく万物の命を左右することができる権威と力を持ったものとされる象徴です。実際私の記録媒体によると、かつての故郷の崩壊末期には、来たる終末の日は神の怒りによるものだと、定冠の果てに運命を受け入れた者も多数いたとあります。ち、自殺願望者だそれは。しかしそこでも神は絶対のものであり、それがもたらした運命は誰にも揺るがし得ないものでした。なのにあなたはその神に挑もうとしている。そしてそれが不可能であることにもあなたは気づいている。違いますか？ジェダ、あなたの真摯さは素晴らしいと思います。ですがもうそこまで自分を追い込む必要はないのではありませんか？あなたはジェダである前にリューンの民、この世界に新たな故郷を見出した移民の子なのです。だからよくもまあずけずけと言ってくるものだ。随分と我らに近い存在に成長したものだな、リューンウォーク。ジェダ、すまない言い過ぎた。お前にまで同じことを言われるとはな。え？なんでもない。休み云々はまたの機会の詮議として、疲れているのはお前の見立て通りかもしれない。今日は水浴びでもして出直すとしよう。それでいいか？わかりました。場所はいつものところですか？ああ、あそこなら人目にもつきにくいしな。念のためにですがジェダ、あの辺りは最近隣の山から獣がいくつか移り住んできています。猛獣の類もいるそうなので気をつけてください。私が獣ごときに遅れを取ると？ですね。無用の注意、失礼しました。それではまたな。
ジェダ、違うのでしょ？あなたがジェダを続ける理由は、むしろ。ここも前のままだな。ただ実体でなければ、水や風の感覚を楽しめないというのは不便なものだ。やっぱりここが一番だな。あなたはその神に挑もうとしている。そして、それが不可能であることにも、あなたは気づいている。違いますか？違わないさ。わかっているんだ、それくらいは。グリフィスの調査を打ち切る？正気か、長老！その通りだ。今後我々は特定地域を除き、グリフィスたちの動向について干渉せず、彼らの問題は彼らに任せようと思う。そんな、無責任であろう！現状の先住民たち、人間の力では鬼化したグリフィスに立ち向かうのは不可能だ。再びこの世界を滅亡の危機に陥れるというのか。それを我らのみで食い止めることにもはや限界が来ているのだ。そなたも気づいているのだろう。エアソムール、生まれながらにジェダの両親の血を引き、類いまれなる格闘戦能力を持つそなたはまさに最強のリューンと言っても過言ではないだろう。だがそなたと違って我らは皆老いて衰えた。力を誇った18杯も数が減り、かつての力を失いつつある。それは、しかし。それに我らはもう疲れたのだ。我が娘は千年病にかかって命を落とし、そなたと同じジェダの娘シーツェンジェダもこの旅の戦で死んだ。そんな今となっては、そなた以外に役目を継いで果たす者は他におらん。
それを思うとピュトゥスはもうここで滅ぶのが運命なのかもしれん。当初は先住民たちを救う神としてその使命を自らに課してきた我らだが、その考え方自身傲慢で僭越なものであったのであろう。バカな！グリフィスがもたらした災厄は、元を正せば我らがこの地に持ち込んだ害毒であろう。そして我らハイ、ハイリューンを名乗る者は、リューンの民とこの世界の人間たちの融和と安寧を図るのがその役目と義務であったはず。その教えを保護にするなど私にはできない。やっていいはずがない。エアソムールよ、それは我らの無知と無力がもたらした罪だ。たとえ蔑まれようとも、我らが生涯背負い、そしてその罰として惨めに滅びてゆこう。だがそなたは違う。そなたはこの世界にて生まれた竜、いわばこの世界のもの。そなたまねが我ら滅びゆく者と運命を共にする義務はどこにもない。今後どれだけ力を尽くしてもグリフィスの完全排除は難しい。いや、不可能だろう。なぜなら今までの事例では同化の際に生じた拒絶反応と混乱が原因だった。しかし、今回の一件は、より代の人格自身がそれを望んで、その衝動に従っている傾向が伺える。より代、つまり、もともとの人間たちに備わっていた人格の意志が、そうさせていると。言うなれば、破壊願望、より代自身が持つ劣等感が生み出した排他意識と申し上げてもいいかもしれん。つまりリューンの存在の有無にかかわらず、彼らは強行を企み引き起こす要素を持っていた。ゆえにリューンの責任ではないということではないか。違う！エアソムール、そなたもいつか気づくはず。いや、ひょっとしたら気づいているのかもしれんな。我らはこの世界においては神に最も近しき存在だが、神にはなれぬのだ。故に彼ら人間と同じく運命に従うのみで、運命を作り出すことなど決してできない。そんなことはない！エアソムール、どこへ行く？まだ話は。
この角がなかったなら。獣か？いや、これは人間のものだな。山菜か、薬草鳥か。まあいい。やり過ごせばすぐに立ち去るだろう。最近のあなたは無理をしすぎです。ある意味では意固地になっているとも言えます。自らを守るだけならいざ知らず、共に戦う同胞を支え、襲撃を受けた人間たちをもかばおうとしています。能力の限界を超えて。おせっかい者か。あなたは。下がれ。てめえ。こしゃくな。
死にさらせ、この獣か！まさか。ふん。獣の分際でリウンを舐めるな。大丈夫ですか？それは私のセリフだ。そなたこそ大事はないか？気に入った水場だったが、当分は使えそうにないな。あのクマの体、どう運び出すか。ああ、念のために言っておくが、ここでのことは他言無用だぞ。命を拾ったことを幸いに思って、早急に立ち去るがよい。は、はい！うん？貴様！あの、私は見てませんから。もう全然。実は目が悪いので、あなたの裸は全く見えませんでした。裸だって分かっているだろうが！正直に申すがよい。貴様、どこまで見た？いえ、全然見てません。ちらっと全身見えただけです。あの。最後に
何か言いたいことがあるか。とりあえず。とりあえず。ごちそうさまでした。沈め！